川崎鶴見林港バス塩浜営業所は、神奈川県川崎市川崎区塩浜3丁目10の10にある川崎鶴見林港バスの営業所。主に道区内のうち、大ね新川通り北の区域の路線を担当する。営業所記号は A、S ではないのは、新名町営業所が S を使用しているため、すべての路線の運行を林港グリーンバスに委託していた。年月日より、 旧来の塩浜2丁目12-21から川崎南部菜園の向かい側へと移転、塩浜営業所として営業を開始した。川崎駅東口より国道409号を経て、殿町へ至る路線。かつては、伊豆津東門まで運行されていたが、伊豆津自動車川崎工場の閉鎖に伴い、殿町付近をループする経路に変更された。 平日通勤通学時間帯の早朝夕刻各1、往復計2本のみの運行であり、土曜日曜祝日並びに平日でも、年末年始などの土丘台や運行時は、運休となるため注意を要する。ただし、久根崎江川一丁目間は2014年7月7日より、快速浮島橋線が運行を開始しており、同区間の各停留所に停車することになったために、本数が激増し、 実質的に、道路線を保管する形になった。詳細は、川崎鶴見臨港バス新名町営業所川例に、系統急行、快速を、参照ほぼ全線が、京急大師線と並行するため乗客は数える程度ではあるものの、特に高齢者の利用が多く、京急大師線の駅よりも細かく停留所が設定されていることもあり、 駅から離れている途中停留所などからの利用がある。また道路線は、銀流街入り口から大市河原のまで、国道409号周りのため、殿町駅では、川崎駅や銀流街入り口で、川崎駅前駅では、殿町や大市河原の、殿町小学校前で、河霊2系統や河霊3系統との5乗が後を立たないため、乗車時に乗務員から行き先を聞かれることがある。 路線図川崎駅東口より、国道132号、産業道路、国道409号等を経て、浮島バスターミナルへ至る路線である、川崎市バス潮浜営業所との共同運行だったが、川崎市バスは東扇島巡環線に、経営資源を集中させるため撤退、2013年5月1日付で、臨港バス単独運行に変更された。 共通定期券の取り扱いもあったが、臨港バス塩浜営業所発着便は取り扱い対象外であった。詳細は、川崎市バス塩浜営業所県営埋め立て線を参照室入庫系統として、川崎駅前と浮島バスターミナルの双方から、塩浜二丁目便も運行されている。川崎駅東口の乗り場は16番乗り場が浮島バスターミナル行き、 17番乗り場が潮浜二丁目駅、JFE 池上正門前駅であるが、平日の早朝には、川崎病院線と同じ23番乗り場から発車し、金流が入り口に停車しない便が1本のみある。これは2007年3月31日までの一時期、川崎駅、東口バスターミナル改修工事による、芝須川4.05系統の混雑対策として、川崎駅の乗り場を、 朝9時まで変更し、川崎駅発は、新川通り、伊佐子通り経由で運行されていたことによる名残である。2013年4月30日までは、浮島バスターミナル殿町3丁目江川1丁目便が存在し、江川1丁目便は、殿町付近をループした後、川崎駅発便と同じ経路を走行し、浮島バスターミナルへと戻っていく便であったが、同年5月1日からは、 産業道路駅浮島バスターミナル間の往復運行とした上で、殿町3丁目、殿町1丁目間は、非経由となり、殿町小学校前、大石河原の県営梅め立地入り口停留所を通過する快速として運行している。法術の第01と運行区間が重複するが、江川1丁目、小島橋島が無停車で国道409号線経由であることが相違点である。 以前は、浮島町を発着していた、旧日本カーフェリーの木更津、宮崎両航路と接続するため、市バスともども浮島町カーフェリー経由が存在した。特に1997年の東京湾アクアライン開業前は、浮島町カーフェリー前が、奇襲店であったが、木更津航路廃止、浮島バスターミナルの開業に伴い奇襲店を変更、2005年の マリンエクスプレス京品航路休止と同時に、浮島町カーフェリーバス停は廃止された。マリンエクスプレス遠隔及び東京米サービス高速バスも参照2013年4月30日をもって、川崎市バスは川霊山の運行を終了することとなり、5月1日からは臨港バスが川崎市バス運行分を引き継いで単独運行している。2014年4月1日に、 川崎市が整備を進めている、戸野町国際戦略拠点キングスカイフロントへの利便性を図るため、大使、河原の県営埋め立て地入り口間に、キングスカイフロント入り口停留所が新設されている。2017年4月1日に、川山、塩浜営業所行きが塩浜3丁目へ移転。その関係で、塩浜営業所は塩浜2丁目へ、塩浜営業所入り口は、 観音橋とそれぞれ解消された。塩浜営業所行きは塩浜二丁目行きへと改められ、塩浜営業所との間は改装で行き来するようになり、また新たに JFE 池上正門前行きが新設された。その後、2018年10月1日より、往路も JFE 池上正門から塩浜営業所まで延伸された。川21は川崎駅東口より新川通り。 指導札機橋、水江町線を経由する路線。原則として、指導の終点に近い水江町まで行く路線と、日立造船入り口から分岐し、エディパワー、2012年9月1日より、日立造船より、変更へ行く路線とが運行される。潮浜2丁目駅は、臨港警察署前から、産業道路に入り、潮浜2丁目まで行く。新宮バスも運行される。日中は、 林港警察署前までは各行き先を合わせて約7から10分間隔の高頻度での運行で、その先は水江町行き、エリーパワー行きを合わせて1時間に6本程度、塩浜2丁目行きは1時間に3から4本程度の運行である。平日の朝には市役所通り経由の川12が川崎駅行きのみ運行されるほか、川崎駅発の急行バスも川12の経路で、 運行されている。なお、川12と並行して、川崎市バスが終日川10を運行している。水江町より、先のゼロエミ工業団地発着は平日のみ運行され、朝は急行夕方は川21として運行される。一方、平日の夕方には、川崎駅行きの急行バスが川21の経路で運行されている。2009年11月に、 日立造船折り返し場が突発的な理由で使用できない時期があり、その際、日立造船行きはすべて水江町行きに変更された。その後、日立造船発着の便は運行が再開されたが、本数が大幅に削減された。また、2012年と2014年は4月上旬5月上旬に、川崎駅前東亜石前間の直通バスが運行された。2017年4月1日に、 川21、塩浜営業所行きが塩浜3丁目へ移転。その関係で、塩浜営業所は塩浜2丁目へ、塩浜営業所入口は観音橋とそれぞれ解消された。塩浜営業所行きは塩浜2丁目行きへと改められ、塩浜営業所との間は改装で行き来するようになり、また新たに JFE 池上正門前行きが新設された。その後、 2018年10月1日より、往路も JFE 池上正門から塩浜営業所まで延伸された。一時中型車専属だった時期があったが、現在は大型車も入るようになった。なお以前は浜川崎営業所担当日もあったが、現在は東営業所に集約されている。 川崎鶴見臨行バス浜川崎営業所川21も参照川崎駅東口より新川通りを直進し、大木町駅に近い三井不動までを結ぶ路線である。四つ角大木橋までは川13と並走する。大木町地区へのアクセスには鶴見線を利用するよりも圧倒的に利便性が高く、朝は3から6分間隔、夕方は6から9分間隔、昼までも 約10分間隔で運行している。一部に、浜町2丁目発着便や、平日朝6時から8時までの8本、途中の川崎港郵便局止まりもある、大木町駅、その他も、山椒林港バスの路線の中でも、最も歴史のある路線。元は1924年に、大島自動車紹介によって開設された川崎駅、大島四角の路線が原型となっている。後に、 川崎大使まで延長され臨行バスの路線となった。2003年には国土交通省関東運輸局によって関東乗り合いバス100線の路線の一つに選定されている。日中でも1時間に5から7本と本数が多い。ちなみに大使停留所は川崎大使駅の目の前である。正月には川崎大使への直通運転も行われる。潮浜のみならず、 他の営業所もこの路線を担当する、工術の浮島中央線とともに、京急大支線産業道路駅、バスターミナルの開設に合わせて新設された、産業道路駅発着とすることで、川崎駅方面への利用客を、定時性の良い京急大支線にシフトさせるという目的があるようである。当初は2時間以上間隔が開く、時間帯もあるが、運行される時間帯は、 おおむね30分間隔で運行されていた。2013年5月1日のダイヤ改正で、浮島バスターミナルに延伸するとともに、運行本数の見直しを行い、日中4から5時間の間隔を空けて朝夕のみの運行にシフトした。2020年3月14日、産業道路駅が大四共駅へ解消されたことに、伴い、系統名が301から第01に変更された。 川崎駅前と JFE 大喜島地区を結ぶバス路線 JFE 大木島正門から JFE の敷地内に入るが便によって経由順序が異なり南回りと北回り、新北回りがそれぞれ運行されている JFE の敷地内は一般の旅客は入港許可証がないと乗車することができないこのため一般旅客は川崎駅前 JFE 池上正門と JFE 大西馬正門 JFE 池上、正門川崎駅前のみ利用可能。毎日朝方の川崎駅前行きと、平日夕方の川崎駅前初のみ、臨港警察署前に停車する。なお、車両は、イスズエルガの p k g l v 2 3 4 9 2が、専用車両として使用される。また、この路線は公式サイトの時刻表検索ができない。 平日は朝夕に多く運行されるが、土曜、休日は南回り、北回り各一本ずつのみの運行。浮島中央地区への路線として開設された。起点が、京急大子線の大子橋駅であり、かつ急行運転であるのが特徴で、日中でも平日は、毎時二本、と休日は、毎時一本が運行される。2012年9月1日に、 東亜合成川崎工場前バス停が新設された。川崎競馬場での競馬開催日のみ運行。臨港バスの路線図には道路線の記載がないが、京浜急行バスの路線図には道路線が記載されているほか、両者とも道路線用の案内表示が用意されている。羽田京急バス、東京営業所川崎競馬場線も、参照川崎競輪場での競輪開催日のみ運行。 臨港バス、川崎市バスともに、路線図には道路線の記載がないが、両社局とも道路線用の案内表示が用意されている。川崎市バス潮浜営業所川崎経林所線も、参照クリーンバス委託に伴い、2003年11月16日をもって、浜川崎営業所に移管したが、2011年4月より、浜川崎営業所から新名町営業所に再移管された。 京浜急行バス新小安営業所、小港鉄道園電営業所、日東交通機サラズ運輸営業所、東京米サービスと共同運行で、臨港バス唯一の整理券、方式運賃を払い路線である。2017年6月5日より、新名町営業所から移管された。2012年4月12日運行開始、京浜急行バス、小港鉄道と共同運行。 2017年6月5日より、新名町営業所から移管された、蒸気同様浜川崎営業所に移管後、同時期に、新名町営業所へ再移管。2013年9月1日ダイヤ改正で、バス停を4カ所新設、平日、土曜ダイヤの増便、休日ダイヤの設定を実施、横浜系キューバス過ぎた営業所と共同運行。 2017年6月5日より、新名町営業所から移管された。一部のバスは東扇島東西地区を経由し、再びキャットに戻る循環運行を行っている。片道は520円、循環860円となっている。2011年4月上旬から運行開始された。上記東扇島線と特徴が似ている。平日、土曜朝の江川一丁目行きと、平日、 土曜夕方の横浜駅、東口駅が設定されている。2013年7月16日より、横浜駅東口では、乗り場が e c キャット6番乗り場から、東口バスターミナル16番乗り場に変更され、降り場も東口バスターミナル6番に変更された。横浜系9バス過ぎた営業所と共同運行。2017年6月5日より、新名町営業所から移管された。 川崎駅前から国道132号等を経て、肘町と野町へ至る路線である。2003年の臨港グリーンバス委託時に、先に委託された新名町営業所へ移管。2010年の臨港グリーンバス生産後も潮浜に戻らず、引き続き新名町所管のままである。詳細は、川崎鶴見臨港バス新名町営業所川霊に、系統、休校。 快速を参照川崎駅前と川崎病院をノンストップで運行する路線である。約12分間隔で平日のみの運行。川崎病院への通院客や通勤客のほか、近隣住民の利用も見られる。運賃は大人、小児とも100円。臨行バスはワンコインバスのステッカーが貼られた専用車の一営132号車で運行するのが基本だったが、 この車が2015年3月に廃車になると、浜川崎営業所の 2H177 号車が貸し出され専属車に当てていた。翌4月に、川崎病院線専属の EV バスが納車されたが、EV バスは浜川崎営業所に配属されたため必然的に遺憾となった。詳細は、川崎鶴見臨港バス浜川崎営業所、川崎病院線を参照2003年に、 河霊煮の運行が新名町営業所に移管される際、河霊煮の潮浜営業所発着便が廃止された。1962年の立ち上げと同時に浜川崎から移管された。1973年3月15日限りで、臨港バスが東京都内から撤退するのに合わせて、川崎大市駅羽田空港間に短縮され、かつ京浜急行単独での運行に切り替わる。 1993年の羽田、新国内線ターミナル完成後も1日に数本、運行されたが、旧国際線ビル閉鎖に合わせて1998年3月19日、限りで廃止された。詳細は、京浜急行バス、羽田営業所大支線を、参照塩浜営業所所属車両一般路線車のみ、在籍し、椅子津車と日の車を配置している。三菱不装は、 浜川崎営業所に配置されるまでは、東営業所のみで、かつ少数派であったため目立つ存在であったものの、三菱不走車は2010年に全廃され、以降は、伊須津社と日野社の2メーカー配置となっている。伊須津社は、新名町営業所や鶴見営業所が、富士中工業製車体の車両主体だったのに対し、塩浜営業所は原則として、キュービック純正車が選択されたが、 2000年代に入って、エルガやエルガミオに移行し、2008年まで導入された。また、日野社の内ブルーリボン2とレインボー2は、現在のところあたり営業所のみに配置されており、2007年以降は、イスズに代わって、日野が、潮浜営業所の導入メーカーに指定されたことも、あって、現在は、ブルーリボン2の割合が高まりつつある。なお、 エルガの p k g l v 二百三十四九には、川崎駅 JFE 線専用であるが、稀に、川崎駅 JFE 線の運行がない時間帯に、貸切輸送等に使用されたり、正月三月日,日の川崎駅川崎大使館の直行バスなどで使用されることもある。エルガミオのうち一 a 百三十二号車は、川崎病院線専用で、ワンコインバスのステッカーが付いており、行き先表示も、 方向幕となっているが、2015年3月に廃車された。これにより、路線車は全て LED 車になった。ちなみに、この 1A132 号車は、川崎200か、ナンバーで希望ナンバーではないものの、車番の下3桁と登録番号の数字部分が一致していた。これは、臨行バスでは、唯一の例であった。ありがとうございます。